はい、どうも、うずです。今日久しぶりにご飯動画やろうと思います。お昼です。お休みでお昼なんで、今日はちょっと、これ、モスバーガーね。ちょっとね、今日はね、これね、モスバーガーね、モスバーガー行って、ハンバーガー買ってきました。久しぶりのモスバーガー。で、何を買ったかというと、今ね、多分ね、期間限定でやってんのかな。こちらわかりますか？贅沢素材、期間限定の、とびきりハンバーグサンド、傑作ベーコン、これをちょっと買ってきてみました。自転車でね。自転車で行ってきました。スライスチーズ入りだとね、580円。でも、チーズ今回入れなかったので、私550円の傑作ベーコン、買ってきてみました。ちょっとね、実際のものを見てみましょう。イエーイ、オニオンリング、オニオンリング大好きな、これ、一口ちゃう。うまっ。うん。おいしい。あったかい。で、こちらが、傑作ベーコンでございます。ただちょっとね、これ見てみるとね、ちょっと怖いんですけど、見て。なんかもうね、パッケージにじんじゃってるの。はみ出てんじゃねん、これ。大丈夫？傑作ベーコン。おぉ、なんだこれ。あー、すっげえ、なんだこれ。これね、気をつけてください。こんな感じですよ。もう、びっちゃりですよ。びっちゃり。びちょびちょですよ。びちょびちょ。これはやばいな。食えるんか。どう食うんだこれ。ちょっとすごすぎね。あー、マジか。垂れ落ちて。もうね、肉がね、垂れ落ちてます。ちょっと食っちゃおうね、これね。もう形見れねえや。ちょっとこれ、ほんとこれ合ってんのかよ。すげえな。うん。肉に届かねえ。あ、でもうまっ。あ、ソースうまい。デミグラスソースだね、これね。うめえ。うん。ふんふん。ちょっとね、おっさんのはしたないね。食べっぷりでごめんなさいね。うん、すごい。あ、これ見える？ベーコン一番上にあって、このハンバーグ、トマト、もうね、ぎっちりですよ。これすごい、ベーコンがでもすごい。うん。ハンバーガーのさ、動画ってさ、綺麗に見せられないよね。こう、ごめんね。でもうまいよ、これ。なんか全部がね、バランスいいわ。うん。うまい。ちょっとね、レタスがシャキシャキすぎて、はみ出てきちゃうんですけど、ただね、レタスが超うまい。モスバーガーって素材すごいいいの使ってんだね。なんだろう、今ここプル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 ベーコンがあるんだけど、このベーコンの味がね、すごいしっかり出ててね、こんだけね、アイテム入ってんのに。すごい美味しい。ただね、中身がめちゃくちゃ落ちるから、かなり手は汚れると思っといてください。俺だけかな。トマトもこんな大きいのに崩れないのがすごいよね。どなたかね、ハンバーガーのね、綺麗な食べ方というのを、コツがある人がいたらぜひ教えてください。難しいよね、ハンバーガーね。絶対崩れるもん。あ、飲み物忘れてた。飲み物は私が大好きなお子様飲み物。シュワシュワシュワーメロンソーダでございまーす。おっさんメロンソーダではしゃげるっていう。コーラがね、コーラが好きなんですけど、たまにはね、メロンソーダ行きたいですよね、緑の液体。ああ、落ち着くわ。という感じで、まだちょっとポテト残ってるんですけど、今回あえてこの動画は夜中にね、アップするということをやったんですけど、いかがだったでしょうか。すごくね、このね、ベーコンがね、美味しくてね、もうびっくりしました。ちょっとね、本物を見せるのにはね、バンズがちょっと崩れてしまってて見せられなかったんですけど、ベーコンは超美味しい。香り高く口どけがいい。それが傑作ベーコン。これまさにね、このままでしたよ。素晴らしい。ベーコンすごい風味がありました。オニオンリングうまいなぁ。ちょっと余談なんですけどね、オニオンリングあまりにも好きだから、前自分で作ったことがあるんですけど、まあね、ちょっとね、べちゃってしましたね、べちゃって。美味しく作れないんですよね。で、今回私が食したこの傑作ベーコン、国産肉 100% ということで、お肉の素材とかね、産地こだわる方もね、国産肉ですから安心して食べていいんじゃないでしょうか。
ということで、この動画は渦のただのお昼を食べてる動画でございました。ではまた別の動画で、バイバイ。